こんにちは、ラッテフレンズの藤井美音です。ラッテフレンズの岸田芳樹です。先日 BSS メール会員の皆さんに、あなたの一番好きな卵料理はというアンケートを実施しました。そのアンケートで多く寄せられた卵料理を中心に、地元山陰の美味しい食材を使った新しい簡単卵料理を紹介してきます。お楽しみに。新提案、山陰オリジナル卵料理。簡単で美味しい卵料理を紹介してくれるのは、フードコーディネーターの西本敦子先生です。はい、こんにちは、よろしくお願いします。皆さんのアンケートをもとに今日ご紹介するのは、卵を使った丼です。今日は島根県西部の特産の赤天を使いました。赤天丼を作ります。はい、今日使う食材、赤天以外はこちらの方に揃っております。はい、まず赤天を焼きましょう。はい、はい、よいしょ。そしてスライスした玉ねぎ入れていきます。お家で料理してる？あ、はい、してます。あ、すごい。はい、じゃあ煮えてきましたので溶き卵を入れましょう。頑張って。はい、ファイト。緊張するね。わー、上手にできたかも。うん、よいしょ。はい、はい、うん、そうだね、いいぞいいぞ。あ、オッケー。はい、それでは最後に味の素をかけたいと思います。はい、はい、出来上がり。一枚いただきます。はい、どうぞ。この赤天が本当にピリッとしてて美味しいですね。うん、ピリ辛感、それと卵とお出汁にこうちょっと味の素を振ることによって全体が調和してますます美味しくなるんです。家で私も作ってみようと思います。あ、ぜひ作ってみてください。はい、今日ご紹介したレシピのおさらいです。卵が固まりすぎないように注意してご飯の上に乗せましょう。このレシピは BSS のホームページにも掲載しますので、ぜひご確認ください。さらにホームページでは抽選で味の素ギフトセットなどが当たる番組アンケートも実施していますので、ぜひ応募してください。また味の素のホームページでは現在味パンダーズ総選挙を実施中。24種のキャラクター味パンダーズの人気投票や、皆さんから寄せられた味の素活用術味テクが満載です。こちらもぜひアクセスしてみてください。来週もお楽しみに。